村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今画面にありますように、国産のプラグインメーカーの、ドーテックさん、こちらでですね、新しいマキシマイダープラグインが出ました。Dポップマックスというやつですね。それまでにも DM マックスというのを買ってました。かなりですね、簡単に音圧が上がるわけなんですけれども、まあ、もうそれがあるからですね、もう一つはいいかなってぐらいに思ってたんですね。でもですね、買ってみたらめちゃめちゃいいですね。まあ、これはですね、前の DM マックス、はい、こんなね、赤い感じので、そしてスロットマシンのようにこうグーンと上げると音圧が上がったんですけれども、どっちかというとダンスミュージックとかに良さそうな、そんなプラグインでして、しっかりしたフロアが上がるんですね。で、まあ、解説というかを見てたらですね、今回新しいこちらですね、こちらのソフトが良さげな話をですね、DTM ステーションの藤本健さんのところでですね、載ってましたので少し迷ったんです。今特別割引で、3000円で手に入るんですけれども、どうかなと思いつつですね、ちょっと考えておりまして、でもまあ買ってみたらめちゃめちゃ良かったんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、上げていきます。向こうにある悲しみは僕の届かないところにあるものなのか、二人で歩いてきた道なの。左の方の赤いダイヤルが、温かみを追加します。上げていきます。春は訪れ、そして去っていく、変わってしまう悲しみは左の方のラウドネスメーターがマイナス7からマイナス6まで上がってますよね。一回切ります。マイナス12からマイナス 13LUFS だったんですけれども、これ入れるとですね、簡単すぎるほど音圧が上がります。そして、先手とに、まあ、書いてたようにですね、これはいわゆるポップスなんかにいいというか、いわゆる上がりすぎない、すっごいバランスが良くてですね、このマキシマイダーは、3バンドで、まあマルチでですね、かかるみたいで、その計算方法がやっぱりすごくいいということで、確かに、これを入れるだけでバランスが良くなりますね。ちょっとこう、歩いてきた道なの
ということで、かなり上げてもですね、今僕50超えたぐらいからちょっとビビりが気になりましたけれども、すごくですね、ナチュラルなマキシマイダーではないかなと思います。今日はドーテックさんの D ポップマックスというね、出たばっかりのマキシマイダー、定価は5000円ですけれども、3月1日まで3000円ということです。2020年の3月1日まで、特別キャンペーンをやっているようです。村長でした。